なんかたどり着いた時に天気が悪いたんびにホレルゲンが増えていくんだけど、今ホレルゲン3つ増えたぞ。あ、ラゲルドさんこんなとこに出てきて大丈夫なんですか。はいね。国賓になった気分。あらららら、ちょちょ、アングル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 変えたいです。はいはい。ライヤー。はいはいはい。マジ？そんな強いの？もう、なるほどね。そうですね。はーい。承知いたしました。もう、メリフ好きはい、ライヤー。あーもう。はい、向こうから来てくれたね。ナイス。コロンドゲン。いけ。おい、頼んだぞ。イエスライジングスラッシュや。はい、指示されたしね。どうしようか。ブレダウンって、あ、そっか。これどうですか。ダウンしない。じゃあ行くか。このパーティーチェーンアタックたまんないな。チェーンアタックじゃない、パーティーゲージたまんないね。っていうか、そもそもノーマルか。いかんね、ほんとカスタム。たまりやすさにさ、マジしちゃうわ。ナイス。あ、ナイスライジングナイスライジングでした。はい、ブレイク。オッケー、入った。誰かダウンできる？連打はしてるわ。でもちょっと待って、ね、あ、いやいや、あれ？ダウン入ってない。ちょっとチェーンアタックしなきゃいけない使命感があるので。はい、ただいま。はい、完了しました。もう安心です。なんだろうね、外来種のモンスターによって固有種の生態が大きく見られてしまう可能性もある。あ、本当。テンペランティアより伝令が到着した。ザタリスイズミ。へえー、そうなんだ。あんなとこで。まあ確かに飛行タイプだから来るのか。すごいね。せっせと。はーい。ん？なに？なに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 ？力が解放されてしまうの。まだ覚醒転移になってしまうの。また、絆リング1からとか嫌だよ。嫌だよ。あれ？なんか宝箱ある。ここって、八重切の時に開けたとこだよね。あ、そういえばなんか宝箱あるなって思ったっけな。開けてなかったか。はい、素早く正確に。で、泉付近と言いながら割と遠いところに。なかなかの数ですね。まあモラモラの方がまだ気持ち悪いかな、私的に。何？なんどうぞ、どうした、何の違和感を感じておるんだ店員さんは。うおマジ？ちょっと待って、こういう時にさ、たくさん敵がいたら嬉しい系の、某なんとかさん某バサラさん、バサラさんは倒すたんびに何かが上がる。敵を戦闘フルをするためによだめが上がるので、ちょっとこれをやってみましょう。あ、これもやっとくか。自分にお任せください。もしヘイトが散った時用に。こんなもんでいいんじゃないですか、回復。あとは、あー待てよ、
ちょっとこれ、イダテンにしとこう。イダテンに任せておけば問題ないもん。属性偏り問題。よし、じゃあ端から順々にやっていきますか。でっけえなでっけえな、キングだってこれ1匹ずつ来るのかな。おい、間違えたおい、そこへ。あ、一気に来るのね。でかいね、キングさん。あれ、とりあえずカットする方針でいこうかな。スカイハイブレイブサンダー。じゃがーグラッグ。どうしたのと。いつからやるの。やっ。ブルーアイ。ヘイ。殲滅する。え？あ、終わり？あ、キングやればいいの？わざわざ壁のやつ呼んじゃった。このままじゃ分が悪いよ。一旦引いて立て直そう。了解。めっちゃ光沢すごいね。簡単には逃がしてもらえないようだな。やばいで、完全に包囲されとるわ。敵もどんどん増えてますよ。心配はない、あなたたちだけは絶対に守る。天意。おい、一人で相手できる数やないで。何するつもりや。あ、守りたいから。できれば使わずに済ませたかったのだが。同じことをやってたんじゃないかな。ここに滅星。うお、すごい、消し飛んだよ。抑えられない何かが。おっと、まずい、逃げろ。お、ナイス、ホムラちゃん。おい、テイン、もう十分や。攻撃をやめろ。力をコントロールできていないのか。ね、テイン大丈夫？大丈夫か、天意。しかし、ごっつい攻撃やったな。もう少しで、こっちも消し済みになるところだよ。ね、天の星入ってくれてよかったね。あ、きつそう。ダメだ。天意。来るな。このままでは、力が、また、壊して、しまう。早くどこに、誰もいない場所に。どうしよう、どうしよう。デイン、待ってくれ。どこへ行くつもりだ。何度かできないかな。彼ら、私のことは放っておいて。とりあえずテンペランティアで何かしらするのは、まあ一番大丈夫っちゃ大丈夫そうじゃない？なんとなくだけど。あれが話にあった暴走なのでしょうか。かね。おそらくな。過去にテオサウレにある神殿を破壊した時もあんな感じやったんやろか。絶対に暴走させないって言ったのに。ワイラの力不足や。天意に無理させすぎたんやろな。だね。なんとかできないかな。天意を探そう。ああ、放っておくわけにはいかんな。天意は私たちに危険が及ばないよう一人で苦しんでいるんだ。そんな仲間を見捨てられるわけないよ。せやな、あれ以上悲しい顔をさせるんはごめんやで。すぐに天意を追いかけよう。おい、はい、行きましょう。とはいえ、天意には翼がある。まずはどこへ行ったのか突き止めなければな。
では転移捜索隊、転移に無理をさせすぎてしまった、大切な仲間を放ってはおけない、どっかに行ってしまった転移を探そうというわけで、結構レベル高くないといけないんですね。強さ35ってコモンでいけないか、コモンでいけなさそうだね。了解、待機任務に入る。こんなメンバーで行こうと思います。速さというよりは育てたい。アルスト全域の索敵行動につくのも悪くない。久々にエルマチームを結成する。よろしく頼んだもん。エルマチームです。十分な結果を出したはずよ。お疲れ様。はい。テインはエルピスレードにいるが、どうやら力の制御はできなくなっているようだ。苦しんでいるテインを助けに行こう。あ、考えるね。なるほど。ちなみにエルマさん帰ってきたら、あそこ行く。ミラとアルスト、どちらのブレードにも集中力は欠かせない。だね。なんだっけ、あ、うん、ミラじゃ見かけない原生生物ね。小型なのに力が強い。なんかのモンスターを倒さなきゃいけない系でした。うん、なんでしたかね。なんかバニットとかなんかそういう系だった気がする。どんな敵でも塵にしてやる。そこ何？チェイン？チェイン？チェイン終わった？終わってない。あ、でも結構やってきてる。なんだっけここ。あ、必殺技使おうかな？多分、多分だけど。いや、どうだっけな。いや、でも、うん、わかんない。でもチェインが20も言ってたかな。20は言ってたかな。だいぶ傭兵団でやってきてくれてますね。ありがたい。エルピスレードの骨の参道ですね。結構入り口らへんの方。ほんと。だね。大丈夫？天意。大丈夫か？私に近寄るな。いや、けどさ、苦しんでる仲間をほっとけないよ。あ、なあ、その体、力を制御できなくなっているんだな。いいから、早く。その後ろの機体みたいなのが、正気に戻れ。すごい力を秘めてんのかな。テイ！困ったね。もはや戦って止めるしかないか。マジ？ああ。悲しい歴史を繰り返さないためにな。マジ？どのあたりを？暴走の転移、後ろのなんか変なの壊すぐらいな感じでいいですか？転移さん、あれ？あ、弾かれた。久々のスパイクですね。おい、スマッシュ。カグヤの必殺技にが怒りを鎮める効果があった気がする。よくそんな文字が出てた。で、怒り終わってるよねこれ。炎に行っても誰も持ってないんだよね。すごいよね、カムヤ。このたまにはミクマリオ。リキャストがすごいからめっちゃたまる。光みたいなことができるんだよね。はい、大丈夫かな。しっかり
天意、無事か？大丈夫？なんとか暴走は収まったようやな。私の子はクリスタルを砕いてほしい。今なら簡単にできるはず。これ以上罪を重ねたくない。バカなこと言うなよ。そんなことできるわけないだろ。私はまた暴走する。今度は街の中かもしれない。もう人を傷つけたくはない。私のことを思ってくれるなら今ここで断る。ああ、承服しかねるな。なぜ？前に王様が言ってたじゃないか、俺たちに任せたって。あれってきっと暴走しても俺たちなら止められるってことだったと思うんだ。みんないい表情してるな。せやで、天意が暴走のことを気にやむ必要はあらへん。何度だって我々が止めてみせよう。だから自分がいない方がいいなんて考えるなよ。私たちは天意にたくさん助けてもらった。天意を助けるのは当然なんだ。それが仲間ってもんだろ。仲間。天意はその言葉の意味を知ってるだろ。私は皆と共にいていい。もちろんだ。ありがとう。ああ、曲もうちょっと聴きたかった。ほんと最強だね、あの曲。めっちゃいい曲だわ。もう涙腺に来まくるわ。曲だけで来るわ。平家である私は存在しても人を不幸にするだけだと思ってた。でもジークの言葉でその考えを改めた。何かを破壊するのではなく、誰かを守るために、嫉妬人の幸せのために力を使っていきたいと。おー、そう思って、いやー、そう思ってくれるってすごい嬉しいね。そんな、そないなことないで。そうだね。はーい。よかったよかった。ほい。というわけでこれでコンプリートですね。よかったです。はぁ、あ、天意は無事に暴走状態から解放された。兵器であることを苦悩する天意は皆からの励ましの言葉に頬を濡らすのだった。ダメだ。相変わらずの一言、ダメだ。誰かを守るためにこの力を使いたい。破壊するのではなく守るために。考えを改めた。これからは皆のために。ドライバーの思いに応えられるよう私も精一杯努力しよう。で、あと200なんですが、ホレルゲンします？ホレルゲンしましょうか。このメンバーでいいかな、やっちゃっても。じゃ、このメンバーでホレルゲン30個ある。感謝感謝。あ、一応他のを食べといて、甘々ウインナーでも食べとこう。めっちゃうまいな。めっちゃうまいな。甘々ウインナーめっちゃうまいな。これならもっと学びたい。私の可能性にかけてくれて感謝する。ほんま大したもんや。はい、店員もマックスになりました。この力役立てると。怪力か。次はですね、トキハ、バサラ、グレンの3人をエンゲージした状態でのクエストになります。全部メレフっていう。はい、何でしょうか。まっさらですね。この畑にはたくさんの野菜ができとったのに今じゃすっからかん。収穫を終えたというわけではない。夜の間に何者かが野菜を全部盗みおった。マジか。ほんとね。もう正義の3人ですね。バサラがちょっといないんですが。何にせよ人のものを盗むのは悪人の仕業。なるほど。人とは限らない。なるほど。
やばい、野蛮ですな。全くあいつはちっとも人の話を聞かねえな。グレンに言われたらおしまいです。あ、でもグレンはね、あれか、ちゃんと人の話聞いてたか。じゃあな。いいよな。面白い。まあね。ちょっとこのクエスト面白いぞ。はいはいはい、わかりました。OK です。はい。はい。面白い。晴天白日。ではやっていきましょう、これ。これはエキスパンションですね。あ、よ、あ、そういう感じ？そういう感じなの。あ、おいしょー。なるほどね。ちょっと今、派遣したばっかりだから、これキャンセルして。闇討ち。ターキンだろうがモンスターだろうが同じだ。誰であろうと我が懲らしめてこよう。はい、バサラが言ってくるそうです。不本意だが、やらしい。仕事はきっちりこなせる。おかしさに本意を全うしてます。もう適当。名を延期団とする。皆の活躍を期待する。行くぞ。頑張れよ。行ってらっしゃい。畑の警備、私は畑を夜通し見張ることにします。残りの野菜を奪いに来るかもしれません。とこれはトキハですね。力をお貸しします。別動隊として行動する。トキハは地属性で簡単なので5人つけました。悪しきを撃つシルバーランサー隊、参りましょう。すぐに片付けて参ります。頼んだよ。はい。わ、こんなに早くなるか。11分ね。で、次、情報収集。岩崎村の家を回って村人話してくる。目撃情報がないかどうか、犯人だったら自白するように解き伏せるぜ。え？あ、もしかしてトップになってるか。私で務まるかしら。はい、ザ・適当です。いってらっしゃい、グレン。今日から俺たちはチームブレイブプロミネンスだ。おっし、一丁行ってくるか。諸君の健闘に期待する。というわけで、私は20分間チャレンジバトルにこもろうと思います。はい、3人とも帰ってきたみたいです。上々の守備だ。お疲れ様だもん。これで畑の被害はなくなったはずだ。詳しくは皆が集まった時に話すとしよう。でもやっちまったのかな。お役に立てて光栄です。はい、畑の警備をしていた時葉さん、野菜は盗まれませんでした。詳しくはみんなが集まった時に話しますね。あ、上がりますか。これからの活躍に期待してくれ。はい。あ、まだ上がりますね。今後の活躍を期待してくれ。はい。どうだ、俺に任せて正解だっただろう。お疲れ様だもん。グレンは村の人に話を聞いていて、この村に悪人はいないな。詳しくはみんなが集まった時に話すぜとのことでした。成長を感じるわ。成長を感じるゆりちゃん。ダメージ系、あ、このダメージ系は私がやんなきゃ解放されないんだよね。だからいちいちチェックしてます。発見し、まあいいか。発見はまたなんかあるかもしれない。で、コルレルアスタールに報告しよう。ああ。いいのかな。出てないけど。どうですか。あ、そか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 、エンゲージしてないのか。俺の出番か。お？はい。エンゲージしましたよ。はい、揃いましたね。バサラは、イヤサキ島やウリン島、アンゼルの繁殖地やイシェバ港にいるモンスターを全て倒してきて、やば。一網打尽すぎる。それはやりすぎでしょ。本当よ、生命体が。じゃね、生殖体、生、まあいいや、乱れるね。熱く語り合ってきた。うん。どうだろうね。うん、
なんか矢崎村に限っては誰も悪い人が思い当たらないな。うちグレンでも舌打ちするんだね。ドキハー、罰ゲーム。声大きかったらごめん。罰ゲームみたいなことが好きなんだ。やはり M 属性なのか。どういうことなんだろうね。え、待ってよ待ってよ。活躍、うん、難しいな。バサロはだってやりすぎ感が否めないし、活躍したって褒めるのもな、一番にね。陶器派かな。あえて言うならグレンはグレンで活躍してるけど、あの頑張ったとって言えばドキハじゃないかなって思うんだけどな。一応セーブはした。光栄です。努力が報われたような気持ちになりました。はいはい、何ですか。見たくないやつですねこれ。どえあこの辺にいるんだね、一応ね。対象外なんだ。チャレンジバトルでさ、海でこいつと戦う雲海大王さんですか。リベラリタスにいる雲海大王さん、そう、いるんですよ。リベラリタスにもいるっていう感じなのね。私はこのクエストやってなかったからあんまり気にしなかった。もう本当に嫌なんだけど、本当にテンションが下がるんだけど。コーヒーない、水もなくない。もうどうしようかな。あ、そっかそっか、君がいたのね。行きますか、久々にグレンのさん。グーレイト、でかいね、気持ち悪い。イカはね、好きだけど、イカはね、生が好き。イカは生が好きで、タコは煮たやつが好き。何回も言ってる気がする、動画ね。あ、また入る、また買ってるから始めちゃった。これが痛いんだよね。あ、臭くなっちゃった、ね、グレン逃げないで。臭くなっちゃったけど、グレン逃げないね。ねね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 、逃げないで。逃げないでよ、グレン。何を遊んで、遊んでたら大変なことになりました。臭すぎるわ。これにはホムラちゃんも、これにはホムラちゃん、あ、ホムラちゃん愛の力で近づいている。こんな感じですか今皆さん。やはりみんな臭いってなってる。終わろうか、終わりましょう。ね、トキハー、あ、ナイス。トキハーは、あ、臭いのなくなった。ちょうどどうしようかね。とりあえずヘイトが大変なことになってるので、ヘイトを取ってあげて、力を放て。あ、また臭いの来ますよ。あ、でもこのクラウドブリスはだ、あー臭いです。この快進撃は止まらへんで。そう、これも覇王の心眼を身に宿し者の定め。そういうの古い地球のスラングでなんて言ったかしら。中二。やった、エルマさんの聞けた、もう一回やったぜ。何回も聞いてもいいぜ。うん、確かにスタミナナス、違う、スタミナス。
そうね。おい。じゃあこう異形兵団来るかな。おお。信頼度を多く獲得できる。ああ、なるほど。今まで信頼度その2桁ぐらいだったろうけど、50前後もっともらえたりするのかな。雲海、あ、犯人は雲海大王メイルストロムだった。3人のブレードが力を合わせて退治したので、アスタールの野菜作りは再開できるだろう。でも全部食べられちゃったもんね。季節もの、あ、でも四季とかないんかね。